ラチャンネル。ウルトラ先生の感想セルゼ、経験のさ先生突破デベロッパー。エレトラ。エレクトリックトラブルドミニクさんでした。おつ。おつ。おつ。まあ、ほんまに帰りましたね。ほんまに帰った。帰るよ。なんかそういうまあまあいいですか。まあね。今回はいいですかね、こういう感じでね。ゴニョッと。ね。やっとね、まあ。中途メンバーもいなくなったんで、なんか勇気はしてたけどそんなこと、ね、オリジナルメンバーでね、あオリジナル、まあ、話せるスネル。含めて今こうやってエレトラってやってるから、なんかなんとなくゴニョゴニョってやるよりはちょっとずつそういうことも見ながら、なんか次の俺らができることだったりとかいうのがこうちゃんと形になっていけば嬉しいなと思うんだけどな。どうなの？そうやな。俺ちなみにたまに撮ったら楽しんちゃうって誘われてるんやけどね。俺の気温が正しければ。いやみんなこうダンスうまいし喋り上手やから、こうたまに集まって撮ろうやって誘われた気すんねんけど。せやねん。だってそうやって誘わんとやらへんと思う。せやねん。まあでもな、横井がなんかやりだしたら、その何初動はないやったとしても、凝るんは分かってたから、あこんなに凝ったら続くのはしゃあななるでと思ってたから、いやそれは別にいいと思うねんね、うん、けどまあえらいことやってるなと思ったけど、こいつ何や映像の方に進むんかぐらい頑張ってるやん。あのさっきちょっとドミノチラって言ったけども、うん、まあほんまあといくつかあるんやけども、うん、まあちょっともうこの動画を最後に、うん、今年はちょっとまあ終わりかなと。まあマジで12月やしね、はい、うん、はいはい、年末忙しい。まあさっき言ったあの大阪ビヨンドの舞台公演もあって、はい、ちょっとまあ結構もう手がいっぱいやっていうのもあって、ちょっとあのまあクオリティに下がる動画を出すよりはちょっとまあお休みをいただいて、また2021年新たなね、うん、こう動画からやれればなみたいな。で2021年はまず再開するか、再開するかは、はい、あれですよ、再開してほしいっていうコメントが、お、それまでに何個入った？1月17日までに100件以上来たら、うん、マジで、はい、100件以上来たらやります。おお、頑張ります。また続きエレトラやっていただけますか？やります。ハードル高いことしたな。もうけえへんかったらエレトラもう終了。フェードアウト、フェードアウト、フェードアウト。コメント書くってハードル高くない？高いと思うね。いいねつけてとか、いいねの数とかにしときや。ああ、そうか。いやもうでもやめとこう。コメント100な。コメント100。あ、じゃあコメント100、いいね200。なんであげんの？なんで倍にした？やめたいんかい。やめたい方向もできる。ちゃう、ちゃう、やめたくない、ほんまはやめたくない。思い出してんじゃん、今編集の作業思い出してる。だからあ、こうしようや。だからルームはさ、はい、やって、もちろん。あールームやるの？え、できんの？俺は無理。だから3人のルームを、だからつない、土曜日エレトラの時間にルームでつないでくれたよ。水曜日なしで？水曜日なし。でも土曜日は続けよ、やっぱり。お前4週に1回でもしんどいのに3週に1回だったら俺はお前大変なことになる。おかしいやん。だから4週に1回でもしんどいっておかしい。俺もう毎週編集してんねんから。撮ってる毎週編集してんねんから、あなたたちそれはやってくださいよ。みんなにつないでもらって、コメントが100件来て、いいねが200以上ついたら、ちゃんと来年のその僕の舞台明け、だから2月くらいからですかね、はい、からはエレトラちゃんと復活しましょうよ。でそこからはだからしっかり企画も考え、みんなでまた企画考えて、はい、そうダラダラやらずに、まあダラダラもやる時もあるけどね、はいはい、あるけど面白いことやりましょうよ、はい、いろいろまた。それで言うたら、僕ちょっと来年はほんまは本気でまた考えてるんですよ。来年、うん、来年末、来年末、1年先の話かよ。そう、1年先、うん、1年先に果たせなかった夢やりましょうよ。舞台公演やりましょう。ボンちゃんのがっつり目を見てくれ。目をだな。エレクトリックトラブルの舞台公演やりましょうよ。1年先かいな。
ぶっこんできたな急にカメラ回ってるところでだな。やりましょうよ。結局形にならなかったでしょ。これ覚えてます？エレトラをこの5月に初めて、はい、最初なんて言って始めたか覚えてます？来年25周年なんですよ。お、それに向けて YouTube 頑張ってやっていきますすっかり忘れたわ。来年2021年25周年お記念舞台、記念舞台これやるしかないでしょお前、トミさんのとこでよう言うた4人の時に言うやそ大丈夫。あそうドミはやる。エレトラでももう1年かけてそれも追いかけていきながら、もう何やったら皆さんにどんな作品やってほしいとかそういうのも聞きながら、はいはい、そうインタラクティブにこうやってやりながら舞台を一緒に作り上げていく。あーなんかええな、今決まった感出したやん。出したお前も出したやん俺今度見たことあるねエレクトリック昔ほんまさっきのあれだけどよーショー行ってたやん、うん、で、まあ、ショー終わったら朝までクラブで打ち上げやん、はい、やりましたね。での朝5時ぐらい来んないそう来ないんだけど来ないホテル来えるわっつったらわって言うても2人でそうどうですか、うんこの年になってまたそれを今から練り上げる。いや大変や、みんな大変やと思うよ。俺から大変や、もう忙しいしね、嫌なこといっぱいありますよ。で一回おじゃんになってるし、お前一回やろうとしたんです、これおじゃんになったんですよこれ。でもやっぱり俺はやった方がええと思うねん。どんな形でもええねん。だってあの時は前話した時はまだ YouTube もやってなかったんで、うん、なんかこうハードルも高いというか、うん、なんかもうせっかくやんねやったらあれもやだかこれもやだか、うん、まあ、まあ要はそのカッコつけたいというかね、うん、でももうええやん、なんかまあこんなんもやったしさ、まあ、こんなんでやだなこうやって YouTube もやってなんかまあいろんなもう姿も見てもらったから、まあ、素のままの自分らでやったらええやん。25周年記念舞台やけども、でも別にそれで記念舞台でじゃあ次は30周年ねじゃなくて、なんかこう軽くやったらええ、もう25周年やってまた25周年半もやったらええと思うし、はいはい、いやいやぐらいね、うん、そうなんかこうてもうなんかこう身近でいいから身近とにかく、うん、とにかくやりたいね、見たいと思ってくれてる人はたくさんいるっていうことは今回エレトラをやってやっぱり分かったし、こんなおっさんのグダグダ喋ってるね動画を半年間も何千人っていう人が見てくれてるわけですよ毎回すごいことやね、本当にありがたい、本当にありがたい。やったらさ、なんかちょっとぐらいそういう人たちにさ、なんかもう向けてもうそうやし、自分たちもねやっぱりこう今までやってきたことも形にし、もっともっとできることもあるしさ、まあここは半年やってきたけど踊ったけどきっちり踊りでなんかやってないもんね結局。まあそうね、バレエって面白いですって思ってくれてるやろけど、やっぱりダンス見たいと思ってる人は多いのは分かってるしね、うん、なんかまあちょっと形にはせなあかんなと思うね、うん、せっかく登録してくれてる人も増えてるみたいな、ちょっと、うん、遊びでやってたとしても踊りの部分はねやっぱりそこはあるからね、うん、それなりのやっぱりとか、うんでハードル上げたらあかんって言うてやもうグッと上がってたで、上げんとこ、まあ、でも形にはしよう、そうね、うん、そう、うん、形にしたいね。だから烈金の舞台と全くだあれで培った経験を使った全く違う次元のものが多分できると思う、ねうん、違う次元のものが、うん、もうほんまにこのノリの舞台を作れるやん、うんうんカメラにな音声入ってないこと言うなって、いやもう昼とももうよくそうこれ誰が求めてんねんっていうやつをさそうやな、もうもしさチケット10枚しか売れへんかってもうやるやろ、やるな、絶対やるってことはそれ本気でやるなんかまあそれこそさっきの話じゃないけども、歴史でやってる時はやっぱりその集客を増やしていくことがやっぱり目的の一つでもあったし、広げるためにね、やっぱりそれが何千人何万人ってなっていくものが目的だったけども、今回のこのエレクトリックでやりたい
舞台に関しては、いやもちろん来てくれる人がたくさんおんのは嬉しいけども、ちゃうねん今言ったその形にしたいねん、エレクトリックで1時間ね、1時間をエレクトリックで埋めるとしたら俺らって一体何をやんねやろっていう、確かにこれを実際形にして出した時にもしかしたら45分踊ってへんかもしれん俺ありえる、見に来た人がふざけんなよって言うかもしれんやん、でも、でもしゃあないしゃあないね、うん、だって25年経った俺たちが作るんやから、そうやねん、10年前やったらカッコつけてたし、多分フルで踊ってもうガンガンやりますよな、ドーンもうこうやって終わる、やる絶対やる、それやったら俺多分今うんって言えてないじゃろ、うん、じゃあ俺もちょっとやりたいと、うん、ちょっと思えへん、しんどいわ、まあまあそれなりに数を出せる数ええ年になってきたし、全員言うといて最後やんやろお前はな俺こんなんしたことない違う違う、もう振れば振るほど出す、それが言えば言うほど落ちもボンクの声になるからな、だからいいですね、うん、いいですね、なんか1年かけてやればさできると思うね、まあね、あれ面白いんちゃうをちょっとずつちょっとずつ紡いでいけば形になるやろ、うん、でそれをこのやっぱエレトラの中でちょっとこのやっぱミーティングと、さっき言ったその皆さんの意見をこうやって交換しながらみたいなのをエレトラの中でもやっていけばさ、おなんかちょっと面白い、ね、面白い、なんか新しいやん、うん、一緒に舞台作っていくみたいな、見せられへんとこばっかりやと思うんで、うん、こっちかそれ見せたらお前落ちやんけてなるんじゃん、あるな、あるいっぱいある、まあ、チラ見せしながら、うん、意見もらいながら、うんうん、でもだって YouTube の俺らを見てる何千人の方、うん、おられるけども、まあ、実際にその舞台こうもしねこのスタジオであったとしてさ、ここに来れる人ってそんなにいっぱいおるわけじゃないと思うね、ほんまやね、うん、実際で言うとほんまやわ、うん、って考えたら、うん、もうこの YouTube 上でもうガンガン見せながら一緒に作っててもおもろいかもしれない、うんうん、でその人が実際にその日は来れない、でも後でちゃんとそれをアーカイブで映像で出して、ああこれ俺が一緒に作ったやつやって思ってくれてもさ、めっちゃ楽しいやん、うん、作り手がたくさんおって、踊り手が俺らだけであって、あそうおもろいな、あれ見たいからやってほしいとかね、まあ俺らがそれあええやんと思ったらやっていくってことよ、うんうん、そうそうそう、いいよ、どうする横井、初めてのショーの振り付けそのままやってください、初めてのショーの振り付け、初めてダンスで踊った時のショーと同じショーを踊ってほしいです、ああそういうのバーン来たらもうさーっと削除して消すやるんちゃうの、やれへん俺今、ああじゃあ俺あの時のショーやなっていう盛り上がり方すると思って振ったけど、あそれせえへんね、そういうのはやない、あせえへん結構ハードル高いじゃんか嘘です、嘘です、やりますよ、まあまあいろいろ聞きたいね、やりましょう、何見たいんか、うん、まあまあ、またもう一回喋ろうよ。やりましょう。もちろんもちろん。そうやね。やりましょう。じゃあちょっとボン君、また時間ということで。はい。はい。なので、ちょっともう、サクッと、サクッと今年のまとめと来年の抱負をお願いします。サクッとね。あ、そうか。今年最後の動画になる。そうです。そうか。なります。まあ、まさかの YouTube を始めるっていうね。ほんまにまさかの。びっくりやわ。まあまあ、でも、そんなこともないと、こう週2週間2週間に1回こう4人のおっさんが集まることもなかったんでね、うん、まあまあなんか楽しいこと始めたいなとも思えるし、うん、コロナもうこれええか、俺の中でもどうでもええしな、コロナいやもうみんなそれぞれ気をつけよ以上やん、分かるけどいやほんまそうやで、ね、ほんまそう、あの非常識なことせえへんかったら大丈夫やと俺は思うし、うん、でまあ、こんなことでダンスしたい子がダンスできへんことに拍車かけるなんてもうバカげてるし、できる範囲で自分の楽しみ方を見つけてねダンスやってるやろうから、いつの頃か近々一度に会するダンスの祭典みたいなのをやっぱり見たいしね、参加したいから早終われと思ってるけど、まあそれまで淡々腰淡々と詰めといで楽しみながらダンス続けていければ2021年もいい年になるんじゃないかなと思います、はい、はい、おい、じゃあまあそういうことで、もうとりあえずまあ今年も1年ありがとうございました、お疲れ様でしたありがとうございました、ありがとうございました、2020年もありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、いろいろありましたけど、はい、ありましたね、まあ、あ、ありがとうございました、あと1個だけちゃんと言っといてもらっていいですか、何何何、ちゃんとボーンさん息子が生まれましたあ、そういう、あ、そうだ、ありがとうございます、息子が8月22日生まれております、うん、はい、
そうなんですよ。これあの結局言ってなかったんで、エレトラでは。ほんまやね。言ってなかったんで。3410g の。あ、いいですね。なかなかの。なかなかの。満腹ベビーが。出てきてますんで。本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。モンさんでしたゲストみたいになってるよ、みんな。やばいね。やるよ。来たな。来たな、ついに来たな。来たな。撮るね。撮んの？撮れたか。撮れたか、2023年まで行くで。行くかい？このまま2人で。行くで、翔ちゃん。行こうか。翔ちゃん。翔ちゃん、行こうかに元気ないな。もう元気ないもん。あれ？もうちょっと。もう止まったよ。いや、もうこれ一応行ったらあかんなっていうのが。うわぁ。な、どう？よっしゃ。買いに行こうか、翔ちゃん。じゃあ行かへん、行かへん。翔ちゃん、買いに行こう。もうこれで十分やわ。翔ちゃん、買いに行こう。あるやん。ちょ、ボンちゃん止めて。お疲れ。うわ。もういくつ寝るとおしょうチャンネル登録お願いします。もうちょっと行きますかね。もうちょっと行きますか。おしょうちゃん、はい、ハイボールで。はい、私もハイボールで。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。ほらこれがまたな、飲みやすい。いけるやろ。これいけるかもから。二人で飲むって。あ、ね。いつぶり？ヨサク君のあの居酒屋ぶり。大倉。あ、大倉か。大倉ぶりじゃん。それもほんまに20年以上前ってこと？二人やろ。ないよな。ないんじゃ。だって俺がまず、まあ、飲まへんからな。そうやな。そうやな。いや、だからせっかくだからこの二人も残ったから、残りましたね。これこのまま、ね、もう締めにも持っていかなあかんしさ。まあな。なんかちょっと楽しい話をちょっとしていきましょう。行きますか。じゃあこの二人、まあ俺から翔ちゃんに質問とかさ、翔ちゃんから俺に質問みたいなさ、普段こんなんないやん、絶対。そうやな。なんかないそれね。え、結構真面目な話になってる。おい、全然いいよ。まあよく、生徒とか、まあベース生とかに、一応の横井君の名前を借りてるというか、一応っていうかさ、俺もう前から思ってたけども、なんで YouTube の時だけ横井君っていうのは鬼でか鬼で大丈夫。いや分かれへんかなって。鬼じゃ分かれへんっていうこと。いけ。そう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 。それで横井君横井君にしてんねんけども、まあ、そうだ。気持ち悪い。気持ち悪い。いやいや、わかるよ、そんな。あ、わかる？あ、ほんま？翔ちゃんは、だから、まあ、僕のこと、お兄って呼んでる。そうなんです。初め大将。大将大将かな。じゃあ、殿。嘘やん。最初、殿。殿、ちょっと。そう。殿、大将、鬼、下がりすぎやろ。鬼と言わせていただいております。そうそう、だから、鬼でも、鬼でも。鬼で大丈夫？よく、レッスンで、鬼のレッスン。ね、まあ、みんなよく。夜のレッスン、意味分かってんのみたいな話すんねん。うん、みんなは結構、いや、やっぱ難しいですと。あ、はいはいはい。やろうっつって。俺ら、エレクトリックでも難しいねん。お前らに分かるわけないじゃん。言うと、散々言ってるから俺。うせえ、ほんま。そうなの、みんなやっぱ難しい、ね。分かる。俺らでもやっぱ難しい。で、これ、俺の勝手な解釈でそれを言ってたけども、あの人は踊りがうまい、いや、もちろんうまい、けどもうまいわけじゃないねんでって俺言うの。ほう、どうぞどうぞ。これ当たってるかどうかわかんないけども、あの人は音楽の理解が俺らよりも長けてんねんって言うの俺は。横井君、それダンスうまい、みんな思ってるから、あ、ちゃうでって。音楽の解釈の仕方と感じ方が違いすぎんねんって。だから、ああいう踊りなんねん。それを分からなあかんでって。へぇ、勝手に使わせてもらってもらって。あ、いや、全然。って言うてんねんけど、これ俺の勝手な。そう、なんで踊りうまいねやろな、ちゃうねん、俺は。この人の音楽の感じ方。いや、俺袖で、ヒューマネージャー、はい、見てるときに、もちろん踊り見てるよ。見てんねんけど、ちゃうねん、俺は。どの音楽で今日のコンディションで、どういうふうに感じながらっていうのを見るのめっちゃ楽しい。今回これみたいな。っていうのを思いながら、みんなが、うわぁ。でもだからそうやねん、翔ちゃんはそれを楽しめるわけやろ。そうやねん。だから翔ちゃんもそこ多分一緒やん。音楽をそれだけ
やっぱりめっちゃ大事にしてるし、めっちゃ聴いてるから、だからそれを楽しめる人って、だってそれで音楽を楽しめてる人じゃないと無理なわけですよ。翔ちゃんも一瞬、いや一瞬じゃない、いやでもその表現のそのクオリティ、そのまあ出す、もちろん体を使ったクオリティはもう圧倒的に違うから、だから聞き方だけでその全ての踊りが決まるわけじゃないわけや。どんだけ聞けてても、うんうん、それを表現する力だったり技術だったりとか、まあいろんなことが相まってアウトプットにつながるわけや、うんうん、音楽が聞ければまあなんかこううまくいくわけではない。いや、そうやな、そうやな。ダンスが、うまければ上手に音楽を表現できるわけでもないし、ではないな。そうだから、そうやね、結局だからそのそういうなんちゅうのダンスの中で必要な要素ってめちゃくちゃたくさんあるやん。あるな。だって今言ったそのダンスの技術で、音楽を弾く力で、それを表現する表現力で、感じるグルーヴだったりとかで、エナジーとか、なんかもういろんなものがあるやん。だからその中で多分そのどれを大事に思うかっていうのは多分人それぞれ違うと思うね、うん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 、でやっぱ俺らは大体多分近いのよ。それ近いエレクトリックトラブルはやっぱりみんな近いねな。そうか、どれを大事にするかっていうのは、うんうんうん、そう。でももう別の他のチームやったら、同じヒップホップでも別のチームやったら大事にしてる部分は全然違うかったりもするし、まあ、そうだから昔はそれだけでなんかあれは違うとかこれは違うとかって言ってたことも多分あると思うんだけども、でも今考えたら大事にしてる部分がただ違うだけで、要素がたくさんやっぱりあるから、うんうん、数ある要素の中でどれを大事に思ってるかっていう、もうその違いだけで、その違いか、うん、なるほど。あでも、もちろんフィーリングダンス、うん、ソロ、もちろんね、ストリートダンサーとして頑張らなあかんとか楽しめなければいけないと思うねんけども、うんうん、俺そんなかかった曲に対して、いやそんな音楽なめんなよと思う、はい、もっとじっくり聴いていっぱい想像膨らまして、うん、踊る方が好きやな俺は。ああなるほど、わかる？はい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 、はい、そう、もちろんそれも大事で、うん、試されてる感じ、その瞬間のね、その瞬間、もちろんエレクトリック4人で踊った時も楽しいし、うん、音楽そんな合わないでって俺はいつも思うね。あー、いい話を今してきましたね。マジですか。俺はどっちかというとそっちのタイプやね。そういうの今聞きたいと思うわ。どっちもできなあかんねやろうけども、うん、俺はそっちのタイプというか、それは自分でも分かってる。そうやんな、そういうのあって当たり前やからね。そうやんな、あって当たり前、うん、だから俺からすると、だその翔ちゃんまさしくそういうタイプやん。だからその、うん、しっかり聞き込ん でそれを作品に仕上げていったりとか、世界観を作るっていうのを大事にしてきてるやんか。まあっていうか多分まあもう俺もそうやし、いやみんなそうやと思うけど、俺らぐらいの世代って多分みんなそうやん。バトル文化じゃないよ俺らは。そうやんなみんなそうやん、うんうん、やのにバトル強かったっていうのがすごいところで、あ強かったはちょっと言い過ぎやな。その当時のバトルイベントで、まあねね、やっぱり結果を残してるっていうことはすごいんやって思ってた。マヤでエレクトリックトラブル、レッキンのすごいところは、うん、もうやっぱそこやで。そこか。やっぱりコンテスト、チームコンテストでもバトルでも舞台でも振り付けしようがバックダンサーしようが、もうどこ行ってもやっぱりその結果を残してきたっていう。ああ、前レッキンメンバーそうだもんな。すごい。だってそれこそザ・ゲームっていうね、アディープさんが始めたそのバトルイベント、うん、はい、ザ・ゲームのボリューム1の優勝勝者やから。そうやね。その次はサキッチが優勝。あ、ほんまやな。1ボリューム1アセンブルース。なんかこう順番やってん。そのエレクトリックが優勝して、ディオームが優勝して、で次またドミが優勝して、エレクトリックが優勝してみたいな順番で、で俺と加藤が一緒に出るゲームがあって、で俺が負けて加藤が優勝してみたいな。その話で言うと、うん、俺この間その加藤と一緒イベント一緒やって、うん、加藤が開いたそのトークイベントに呼んでもらって。うんうん、で加藤とでその時あとまあいろいろ喋ってたけども、俺正直あれ負けた時はもうめちゃくちゃもう許されへんというか、うん、その
負けてるわけないやん、俺が負けてるわけないやんと思って、うん、でその時のジャッジが、うん、あ、翔ちゃん持ってね、おったおった翔ちゃん持ってんけども、うん、タカさんがおったんで、タカさんが最終的に決めたんよね、そのジャッジを。そうやったな、そうやったわ。タカさんが加藤にあげたみたいな、はいはいはい、でそれで決定したって、はいはい、でその後にタカさんに会った時に俺コンコンとタカさんに言ったよね言ってたな。しかも歴のねツアーで呼んでもらった呼んでもらった打ち上げでタカさんにタカさん言ってあのジャッジは絶対ないでしょうよ、ね、立ち悪めちゃくちゃブチ切れて言ってた言ってた、タカさんに呼んでもうてんのに呼んでもうてんのにタカさん言ってでもそこからまただからもう何年も経って加藤にこの間そうやってイベント呼んでもらって、で加藤とその話を俺したんよ。マジで俺からねちゃんと俺加藤あの時のゲーム俺負けたやんか、俺あれ負けてたわ言うてんのようよう考えたらあれは負けてた、負けてたマジで。そう、もうバトルとして考えたら、うん、もう加藤の勢い素晴らしかったし、グーン来てて、はいはい、そう、もう俺だって勝てると思ったから、おお、バーン来てんのに、うん、もうこんな感じで俺やってたし、おお、そらあかんわ、バトルやもん、完全に負けてた、完全負けてた、完全に負けてた、タカさん正解。でもこのエレトラでまあイグジストとかさ、うん、まあいろいろ出てきたやんか、うん、エレクトリック。鬼はこう90年の、うん、そのまあ黒人さんのね、はい、まあ、黒いとされる、はい、かっこいい部分を追求してやってきた時代と、うんうん、ちょっとエレクトリックが組んだ時に、はいはいはい、ちょっとヒップホップとポップの融合した、うん、新しいスタイル、いろんなやってきたよ、もういろんな、ね、なんかヒップホップはヒップホップでもほんまにいい意味のフリーやん、もういやもうびっくりするぐらいもういろんなことやりました、やりすぎやねもう EL もやってるからね、 EL もやってるやんだからまあでその中でどれが結構あれ、まあどれも好きでやってたやろうけども、うんうん、どの時代が結構あ面白かったの、楽しかったの。翔ちゃん何思ったより MC いけそうやな、いけそういけそう、翔ちゃんマジなんか今ギュンまとめて質問してきてるやん、うん、そうやで、だって2人やもん、そんなことできんねやすごいやん翔ちゃん、できるやん翔ちゃん、ほんま、いやすごいやん、いやでももういやちょっと俺今感動したわ、マジでどこ行くの、どこ行くの、絶対答えへん、おい乾杯乾杯もう2人でやっていきますんでだから、うん、だから言ってるやんか、このね、うん、90年代ヒップホップから、ね、今までエレクトリックやった、イグジされたエレクトリックやった、イエルまでやった、この横井さん、お兄が、どの、おーい聞いてるて、ビクビクってなってた、今、ビクビクってなってたの。びっくりするわもうマジで90年代からそうもうずっとやってきて、やってきて言えるまでやってきて、やってきて、ほんとほんとね、じゃあそこまでしか言うてない、だからほんとほんとね、いややってきました、このでいろんなダンススタイルあるでしょ、これでいてもええわもうもう途中で分かってたけどで、翔ちゃんはそういう意味で言うたらどういうところをなんかこうやってこんだけやってきてさ、なんかこう自分なりのこだわりみたいなことさやっぱあると思うねんな、自分の中でまあこうやってやってきたけども、やっぱこういうことをやっぱり今大事、今大事にしていきたいことみたいなってどういうの、今大事、うん、なんかものすごくかっこいいこと言ってもらうと思うんだけど、いやめっちゃ言うてほしい、ね、もうバッチリ決めるわ、決めてほしい、ね、決めるわ、今大事にしてることは心のありがた例えばまあその LL ブラザーズの、うん、あの How to ビデオ、はいはいはい、YouTube でもう見れるやんか、うん、で見た瞬間なうわっあの時も、うん、戻るんよ、うん、気持ちが、うんうん、それ結構なんか最近ないやん、
ないというか、なかなかないよ。なんやんか、うん、うわそうや、こんな気持ちやった俺、うんうん、っていうのを常に常にというか作っとくというか、ここのやり方を腐らずに踊らなあかんなっていうのは最近めっちゃ、おお、なるほどね。音楽かかったら何でもかんでも踊ったらええっていうもんじゃなくて、まずあの時のときめいた自分を、 LL ブラザーあの YouTube で見た瞬間にほんまにな、中学2年生に帰ってもうて、うわって、そうや、この指の先まで俺意識してたわ、それ今ないなと思って、だからもう一回、まあ簡単に言うと初心やね。それめっちゃええことやと思う、ね、ほんま。ブルーハーツ、ブルーハーツ、うん、河本ひろとさんが、はい、もうロックっていうのはもう自分がその中学校の時にほうきを片手にギターをこうやってほうきでギターの真似をして弾いた瞬間からもうロックなんだと。マジか。もうその段階、要は夢は何ですかみたいなとかね、目標は何ですかみたいな、そしたらもうその小本さんは、うん、もうこうやってやった瞬間にもう全ては達成されてるんだと。マジで。もう自分がロックっていうものに興味を持ってそれをやった段階で、なるほど、もう夢は達成されてる、そのままやるかやらへんかだけやと。うわ、めちゃくちゃかっこええやん。でもな、ほんまにそう言われたらそうやねん。結局すごいな今、だから翔ちゃんが言ったことってそうやねん。え、そん時に受けた感動を今も同じように思ってるわけやん。だからその衝動のままずっとただやってるだけやねん。うわ、だから翔ちゃんのダンスはもうその時からダンサーとしてもう始まってて、その時でもう完結してんのよ。それをただ続けてるだけ、一生懸命。だから俺もそうやねん。たぶん深っ。だからそれをやっぱりその先の、例えばもちろんやで、もちろんダンスをやってこれでどうやって飯を食っていくとかね、これをどういうふうにするとか、もちろんたくさんあります、あります。でも俺らはあの時の衝動がもう全てなわけや。あの衝動を受けたことで俺らは今ダンスをやってるやん。そうや、そう、それが俺らのヒップホップなんや。うわ、決まった。こんなええ話してええの、エルドラチャンネルやめとく、やめとこうか、カットしようか、カットしよう、カットやもうこれ置き換えたら一緒のことか。せやねん、もう同じことやなと思って、食らったわ今。その時と何も変わらへん情熱で今もやってるやん、うん、結局、うんうん、それでも情熱が燃え、もっと燃えたりね、もっとこうある、あれやんな、ある、いろいろあったやろ。もちろんいろいろあった、いろいろあったのに、そう、でも、うん、今もこうやってやってるわけやん、うん、でってことは、まあ、その時の情熱は結局その後にこうやって左右するものに何も影響を受けてないわけやん、うん、あー、ほんまやわ。そう、結局こうはなって、もちろんだから今日なボン君がやめようと思った時もあるみたいな、うん、でもやめてないやん。やめてないな。結局その時に受けたそのもう情熱にはそのやめようっていう思いは語れへんかったって。これ2021いけるな。いや、いけるやろ。いけるわ。いけるやろ。うん。成功失敗で言うたらさ、いろいろあると思う、ね。うんうん。まあ、そのどれが成功というかわからんで、うん、飯が食えることが成功なのかどうか、ね、うん、その基準は分からへんけども、でもこうやって続けてきた俺たちが結局どういう思いなのか、うん、なんで今があるのかっていうのはやっぱりちゃんと伝えていくべきやと思うし、そういう意味で言うたら結局話せば話すだけあの時の衝動から何も変わってない。変わってないや俺らは。だからその衝動を続けたやつが勝つんや。うわー、これ二人でやっていけるな。そういうことや。うーん、やと思う。うわー、今回のこれよかったな。いや、まあちょっとね、まだまあもう一回まあ繰り返しになりますけども、うん、はい、まあ二人になりましたけども、はい、まあちょっとまあエルトラ、はい、はい、
まあ、この動画で、まあ、終わりっていうわけではないんですけども、ないです、はい、まあ、ちょっといろいろ舞台も含めてやることがあるので、はい、ちょっとお休みになるかなという感じでございます、はい、でそのお休みなんで、そのまま2021年やるかどうかは、まあ、コメント100件いいね200件で決めたいと、これで決めたいなと思います、思ってるので、はい、なければこのままフェードアウト、これなければフェードアウト、これ賭けやな。じゃあちょっと来年も頑張っていきたいなと思うんで、はい、じゃあちょっともう俺帰るんで、帰りますか翔ちゃん、あとよろしく。おお、マジ、じゃあ大丈夫かな。皆さん良いお年を、来年もエレトラお願いしまーす。ほんまに、ちょはい、ですね、皆さん、一人ぼっちになりましたけれども、2020年どんな年だったでしょうか皆さんね。まあいろいろありましたけれども、この2020年のこの思いを2021年にみんなでぶつけて楽しく生きていきましょう。エルドラチャンネルよろしくね。良いお年を。こうか。オッケー。いいですか。やっぱりね、酒が一番。もうね、酒で生きていこう。みんな、2021年は、これ、もう、このままでいこう。元気で。はい、さよなら。はい、はい、ダメだということで、ね、これはもう飲めということですね。はい、じゃあこれ、ちょっと、ちょっと飲みますね。ちょっと酒薄かったですけど、濃いめで、こんなもんですかね。ね、こんなもんですね。で、こう炭酸入れるかと思いきや、このままいきます。来年もハイボールで頑張りましょう。来年とのチャンネルよろしくね。これはな、 OK ですか。OK じゃない。ですね、 OK なんか出ません。これウイスキーね、これね、知ってますか、ウイスキーね、はい、これアルコール何パーかな、これアルコール40%をね、いけ、ああ楽しくなってきたね、みんな、みんなね、楽しいね、みんな飲んでる。いとこか、ちょっと笑わせ。これね、さっきそうやろ、みんな分かってるやろ、ちょっと笑わせてる、そらきついわ、そらもう、そらきつい。乾杯ね、みんな、ええ忘年会ね、過ごしてね。チャンネル登録せよ。はい、OK 出ました。ありがとうございます。あかん、もう酔う。え、まだこれ絶対使えへんのに、え、ま、OK 出せへんねん。ほんで酔わしてな、ほんまに悪いで、あの人はほんまにずっと NG 出すねん、ほんまに。え、もう人何思ってんの、ほんま。よし、行こうか。これね、みんな、これ知ってる？ハイボールの悪いやつ、ウイスキー。ね。アルコール何パーかしてる？ 40% やって。40%。みんな飲んでる？飲んでる？どうなんだ？え？やってる？やってる？え？え？やってる？やってる？おい、やってる？やってる？よっしゃー！こんな姿見せてええんかな？つけたらあれやで、なんやねん、せやろ。よし、行こう、行くで、みんな乾杯、合わせて、よし、乾杯、よっしゃ乾杯、よっしゃ、飲んで、行くで、うん、あ、もうさっきな、
飲んだからタルク飲んだからな、もうその息でけんで。はい、一気しました。はい、忘年会皆さん、はい、もう、はい、はい、楽しくね、行ってくださいね。エルドラチャンネルね、どうやったかな。でもコメント欲しいな、いっぱいな。やばい。2021年も、皆さんよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、 OK 出ました、ありがとうございます。歌はい、ですね、リクエストいただきました。歌わせていただきます。歌スマップ、はい、じゃあ、スマップの、BTS の、ダイナマイトじゃなくスマップのダイナマイト、ダイナマイトのハニーでもいいんじゃない。いんで、別にこかちゃんも知らんねん、ごめん。尾崎俺は歌う、歌ってる。俺は歌う、歌ってる。そこしか知らん。はい。あー、ジャパン脱税ダイエットの振り、ちょっとやらせていただきます。これはやばいぞ。こんなはずじゃなかったぞ。じゃあ、いきますよ。はい。たーんたた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 。ちょっと、ちょっと、鼻出た。ちょっと待って。腹出た。あれね、これ思ったらきついぞ、これ思ったらきついぞ、これ。待てろか。リクエストに答えるぞ。じゃあ、待てぞ。感動、あの時の感動、いくぞ。タンタララ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 、パンパラパンパラパッパ。どうや、いけたか。よっしゃー、乾杯。YouTube チャンネルを開設しました。どうしこいって。もう。いや、あの、腕立て。全部20秒だった。ジャパンダンスで撮った人がイントロの音を分からへんくなる時もあるんだよ。なんでか言うよ、緊張してるんだよ。ベビー全然忘れてないけどね。あー、ちょっと怖い。よいよ、落としておくということで、ありがとうございます。あれ OK です、いけます。はい、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8